NPO 法人宇都宮緑年花火の皆さんと一緒です。宇都宮花火大会のキャラクターであるミヤドーも来てくれました。それではよろしくお願いします。皆さんこんにちは。宇都宮市の PR キャラクターのミヤリー、ミヤリーさんの PR タイム、ただいまからお伺いいたします。皆さんミヤリーのことを知ってる方、知ってるよーっていう方手を挙げてください。さすがホームですね。ありがとうございます。こんだけ知ってる方いれば、ミヤリーこの後ね PR しがいがあるね。よろしくお願いします。今日ですね PR タイムを設けておりますが、今日はお友達を呼んでおります。花火大会の受講員の方、あと未来のお友達を呼んでおります。この後ですねちょっと PR とご挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。未来さんちょっと待っててください。皆さんこんにちは。こんにちは。宇都宮花火大会、統括を仰せつかります福田正秀と申します。まずはこのようなですね PR する機会をいただきまして、主催者様をはじめとする関係団体の皆様ありがとうございます。また例年ですね宇都宮花火大会に、ご支援、ご協力いただいてます、スポンサーをはじめとする関係各所の、皆様、そして宇都宮市民の皆様、本当にありがとうございます。感謝申し上げます。さて、今年は感謝というテーマのもとですね、8月9日、土曜日、ふるさと宮祭りの翌週になります。宇都宮の花火大会、復活してから、8年目、開催いたします。宇都宮花火大会ですね、復活して今年で8年目を迎えるわけですが、当日の運営はもとより、各種申請と、あとはですね消防ですとか、あとは警察への安全対策ですとか許可申請、あと花火師さんとの打ち合わせですとか、運営費用のスポンサー募集集め広報活動等、すべて、ボランティアで、やらせていただいております。これは全国で花火大会多数ございますが、2万発を超える大規模の花火大会をボランティアだけで運営している花火大会は全国でも宇都宮花火大会のみとなっております。はい、ということでボランティアでやっておりますので、ぜひですね今日は2点、お願いがあって、お邪魔して、2点、お願いがございます。1点目は、ボランティアの募集、当日はそうなんですけど、前日、前々日、また翌日のですね撤去作業、また1ヶ月前にですね花火大会の1ヶ月前に行う、花火の絵の展覧会、これは幼稚園、保育園の年長さんを対象として、花火の絵を描いていただくんですけれども、その展覧会を花火大会の1ヶ月前に開催いたします。そういった時にですね、そういった時に我々メンバー以外にですね、ボランティアさんのお力が必要になっておりますので、今年は、500名の登録を予定して、目指しておりますので、ぜひボランティアの方も、ホームページまた私たち、ミヤドン見かけましたらですね、ボランティア興味あるんだけどと、お声かけいただければと思います。でもう1点目はですね、募金活動、運営費用がですね、約予算が4000万円、かかります。約3000万円はですね個人と企業のスポンサー様に、お力添えいただいておるんですけれども、それ以外はほぼ募金で賄っておる部分がございます。将来的にはですね、
市民1人100円出していただいて、手作りの花火大会ができればと思ってますので、その裾野根活動の一環で募金活動毎年やらせていただいてますので、ぜひですね、ミヤドンと募金箱が近くに行きましたら、思いをですね、形に変えていただいて、ぜひ温かいご支援の方よろしくお願いいたします。はい、じゃあミヤドンの、まだ時間あります。大丈夫です。じゃあミヤドンがですね、実は今年から、イメージキャラクター、ゆるキャラということで、お披露目させていただいておりますので、ゆるキャラの説明をちょっとさせていただきます。じゃあ皆さんこんにちは。こちらに見えるのがミヤドンですね。こちらに名札もつけてますが、宇都宮花火大会のキャラクターとして今年からいろいろ手伝ってくれることになりました。でプロフィールがですね、一応男の子ですね。で身長2尺で、体重も、あ、違いますね、2尺ですね。かき氷3つ分ということで合ってますか、大丈夫ですか。みやどんの名前の由来なんですけども、宇都宮の花火大会のドンという音と宇都宮のみやということで、みやどんというふうに名付けさせていただきました。もちろん好きな食べ物は餃子、あとかんぴょうですね。あと特技は夜空に綺麗な花を描くこととなっておりますと、餃子の早食いが得意になってます。この大きなお口でね、餃子を食べてくれます。あと苦手なことがありまして、苦手なことは早起きが苦手で、あとは風と雨と猛暑がちょっと苦手なミヤドンになっております。でこれからですね、各種いろいろなイベントでミヤドンと一緒に私たち活動していきますので、ミヤドン見かけたらぜひ声かけていただいて、近くにある募金箱に気持ちを入れていただければと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。